皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は胸クソミステリーの続きをやっていきたいと思います。このゲーム、やった後かなり不快になるんですが。それを狙ったゲームですからね。今回も微妙な気分を味わいつつ進めていきましょう。それでは早速始めて参りましょう。我が家。質問1、ここは人通りが少ないとある公園。何やら男たちが騒がしくしている。一体何をしているのだろうか？みんなでワイワイと言ったら、鍋よね。友達と食べるならなおさら美味しいしね。おでんかなー、味玉あるかなー。男たちは寒空のもと、鍋を囲んでいるようだ。安酒を飲みながら語らい合い、楽しく過ごしている。質問に、実はこの男たち、全員ご近所さんで、この近くに住んでいるのだという。彼らの住む家はどこだろうか？この青いテントじゃない？公園にみんな住んでるんだよ。一人だと危ないから集団でいた方が安心だ。奥に見えるブルーシートと段ボールでできた空間が、彼らが生活する場だ。彼らはこの公園に暮らすホームレス仲間なのである。仕事はないが、こうして毎晩仲間と集まることに、彼らは幸せを感じていた。質問3、これはある晩の出来事である。この日はいつものように楽しく鍋を囲む様子は見られない。それはなぜだろうか？これはひどい。こいつらは何なの？ホームレス狩り、じゃない？許せないね、警察呼んでくる。通りがかった不良から、いきなり暴行を受けたのである。死ね社会のゴミが、じゃ許してください。体の弱いホームレスたちは一方的に殴られるだけだ。質問4、まとめてゴミ掃除してやんよ。そう言うと、不良たちはある行動に出た。それは何だろうか？お前らのことを社会のゴミって言うんだよ。生きりやがって。家にまで火をつけて、何も悪いことなんてしてないのに。不良たちは、ホームレスが暮らしている家を燃やし始めたのだ。炎は瞬く間に広がっていき、毛は焼き尽くされてしまった。わしらの、家が、家じゃねえだろ、ゴミだよ、ゴミ、ゴミじゃないあれはわしらの人生だ。そう言って一人のホームレスが立ち上がると、皆一斉に奮い立ち、そして不良をボコボコにする。こうして彼らは今日もまた、一人の人間として強く生きていくのであった。最後はスカッとしたね。帰り討ちにあって爽快よ。こんな理不尽なことは絶対やってはいけません。次のお話。宅急便。質問1、母の香りと娘の花は二人で仲良く暮らしている。母子家庭のようだが、それはどこを見ればわかる？玄関にお父さんの家があるよ。亡くなって母子家庭になったのね。お母さんも一人で子育て大変だったろうに。1年前、夫の和樹は病気で帰らぬ人となってしまった。二人は大きなショックを受けたが、落ち込んでばかりはいられないと、前向きに楽しく暮らしている。質問に、最近、二人はある楽しみがある。それはこの人物に会うことだ。このソフトマッチョな配達員かな？お母さん、頬は絡めてるよ。新たな一歩が踏み出せるといいね。出会いはどこであるかわからないもんだね。宅配を届けてくれるお兄さんと仲良くなったのだ。イケメンのお兄さんは香りより年下だがお互いに惹かれ合い、いつしかプライベートでも会う仲になっていった。質問3、これはその3ヶ月後の様子である。今日も宅配のお兄さんが来たため、香りと花は二人で玄関に向かった。だが、どうやらいつもと様子が違うようだ。それはどこを見ればわかる？どうしちゃったの？原因はこの宅配のお兄さんだよね。笑顔だけど、悪どい笑顔してんな。はめられたのかもね。二人とも体は痩せ細り、顔色も悪く、みすぼらしい格好になっている。それだけでなく、目の焦点が合っておらず、体の震えも止まらないようだ。早く早くよこしなさい、香りは宅配された箱を奪い取った。質問4、二人はなぜこのようになってしまったのだろう。その原因はどこを見ればわかる？玄関に怪しい注射器が。見るからに薬物中毒だろうからね。娘なんてまだ若いのに。宅配のお兄さん、裏の顔があったってことだろうね。床に使用済みの注射器が置かれている。二人は薬物に手を染めてしまったのだ。そしてその薬物を勧めた人物こそが、この宅配員である。香りはついに、夫和樹が残した保険金まで使い果たしてしまった。絶望的な状況かと思われたが、後日、別件で宅配員が逮捕されたことをきっかけに、二人は更生施設で回復することができたのだった。廃人になる前に更生施設へと行くことができてよかった。薬物は本当に怖いものなので絶対に興味本位で手を出さないようにしましょう。
お母さんと娘も更生して幸せな未来が待ってることを祈るよ。次のお話。空いた壁。質問1、ここはとある夫婦と夫の母が暮らす二世帯住宅。一家はこれを修理できないほどに貧乏である。何を修理できないのだろう？ああ、壁の穴かな。こんなの修理しなくてもタンスで塞いじゃえばいいのに。それか段ボールで塞ぐとか、いろいろ工夫すればできますよ。今と台所を隔てる壁に穴が開いている。経年劣化で土壁が剥がれ落ちてきたのだが、修理に金をかけようとは考えなかった。実は夫婦は職を失っており、現在の収入源は母の年金だけなのである。そもそもここは母の家であり、夫婦は転がり込んでいるようだ。質問に、実は3ヶ月ほど前まではもう少し生活費に余裕があった。だが、あることをきっかけにその収入源も途絶えてしまったのだ。そのきっかけとは何だろう？おじいちゃんのことかな。年金二人分もらってたんだろうね。親の年金を当てにするなら働け。旦那に仕事行くように話せばいいのに。父が高いし、年金を受け取れなくなったのである。母の年金だけが頼みの綱となったが、住居費がかからないため。三人はなんとか生活ができている。つつましくはあるが、三人は今の生活に満足しているようだ。質問3、これはその半年後の様子である。食事の時間だが、母親の姿がない。一体どこに行ってしまったのだろうか？壁に違和感、もしや。泣き殻を埋め込んだんだろうね。ダビに伏してやるのが務めだろうに。本当に働きに行けよ。壁にあった穴が塞がっている。その穴をよく見ると、なんと人の形が浮き出ているではないか。母は3ヶ月前に大往生を遂げた。夫婦は悲しみに暮れながら、母の亡骸を壁に埋めたのだ。質問4、夫婦はなぜ母の遺体を壁に埋めたのだろう。それはどこを見ればわかる？亡くなると年金がもらえなくなるからでしょう。昨今、こういう事件が増えてるもんね。不正受給ね。亡くなった人のことをもっとよく考えろって言いたいわ。母が死んでからも年金を受給するためである。遺体を火葬するには死亡届が必要となり、年金受給が停止されてしまう。こうして、夫婦は母がまだ生きてるように見せかけて暮らしていた。だがある日、母の姿を見なくなったことを不審に思った近隣住民による通報が。これにより夫婦の犯行は発覚し、死体遺棄の容疑で逮捕されたのだった。そんなに人生うまくいくかっていうの。それにしてもろくでもない夫婦だったね。死んでからも母親に迷惑かけて。年取ったら親に楽をさせたいと思わないもんかね。こんな年になってまで親のすねかじり。いやはや、今回もモヤモヤ、ムカムカしましたが。ゲームの世界じゃなくてもこのような人間は5万といることでしょう。自分は被害者にも加害者にもならずに平和に暮らしたいもんですな。今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、またね。動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。また言い方。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おすすめ動画と関連動画もご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。